エウクテモンは月の表側にある大きなクレーターであり、月の北部に位置する。天気歴を編纂し、星座と気候との関係について言及した古代、ギリシアの天文学者、エウクテモンにちなんで名付けられた。エウクテモンは高緯度に位置するため、地球からエウクテモンを観察すると、南北方向に大きく潰れた楕円型に見える。エウクテモンの南東の周壁には培養が隣接しており、 エウクテモンの南西には巨大な壁平原であるメトンが位置している。また、エウクテモンの北北東には、ドジッターが位置している。エウクテモンの底面は、エウクテモンの形成後に流入した溶岩によって覆われており、水平に近く、特徴のほとんどない平坦な地形をしている。エウクテモンの周壁は、隕石の衝突などによって大きく風化している。エウクテモンの底面には、 数多くの微小クレーターが存在し、エウクテモンの南西部の周壁内側には、エウクテモン系と呼ばれる小クレーターが位置している。エウクテモンエッジは、エウクテモンの西側の周壁を大きく破壊しており、エウクテモンエッジの東側の周壁とエウクテモンの西側の周壁を共有している。ただし、エウクテモンの西側には隙間があり、エウクテモンの底面とエウクテモンエッジの底面が、 連結している。エウクテモンに隣接する培養は、エウクテモンと周壁を共有しており、共有する周壁の上には、エウクテモン N が位置している。エウクテモンのごく近くにある、小さな無名のクレーターについては、アルファベットを付加することによって識別される。ありがとうございます。